いや僕、うん、東京に18歳の時に来てから今49歳ですけど、うん、25回ぐらい引っ越ししてる。そんなに。でもいいねで全部払ってきたんで、そうですか。でたっけーと思うことばっかりだったんですよ、うん、はい。だ G メンにもうちょっと早く出会ってたらこう相談できたのになっていう、うんうん、はい、いい不動産屋さんはこうやって出会っていろいろ話せばいろいろと教えてくれるじゃないですか、はい、これが最適なんですっていう、はいはい、でもそれ以上に悪い不動産屋さんがたくさんいて、はい、好きあらばちょっとでも取ってやろうみたいな人がたくさん多い、この現状は変えられないんですか？僕ですね、本当それを変えたくて YouTube のチャンネル作ってて、もうとにかく悪い不動産が多い理由はですね、残念ながらお客さんのレベルが低いんですよ。お客さんが賢くなれば商売できなくなるんで、不動産も賢くなるじゃないですか、はい、そこから変えるしかないなと思ってます。はい。